乱れからくりは、あわさかつまおによる日本の推理小説。1977年に、現映場より刊行された。第31回日本推理作家協会賞受賞作。第79回、直木賞候補作。1979年に、松田優作主演で映画化され、1982年には、火曜サスペンス劇場でテレビドラマ化された。 勝ツトは学生時代に推理小説家を目指したが、現在は中退し、ギャンブルで食いつないでいた。そんな折、経済関係の更新書、宇大経済研究会の求人を見つけ、翌日の面接で即採用。所長のうない舞子と二人で早速依頼された仕事をすることに。依頼主は、ガングメーカーツルジの社長で、ネジ屋敷の主である馬割鉄り哲二人は、 政作部長であるともひろと鉄馬の妻マザオの乗る車を尾行するがその途中で突然の事故によりともひろは死亡。鉄馬の依頼の背景には大ヒットするはずの玩具に欠陥が見られ莫大な負債を抱え倒産寸前の上ともひろと宗司が責任をなすりつけ合っているという問題があった。やがて馬割りへの人間が次々と謎の死を遂げていく。勝ちは 金沢へ調査に向かい、銭御遺品館で、鈴木旧右衛門という人物の存在を突き止める。旧右衛門は、鶴寿堂の初代である馬割、作造と同一人物で、王の弁吉の数少ない弟子であった。戻った勝は、マザオとネジ屋敷の地下の洞窟を探索中に隠し財産を発見。そこへ死んだはずの友広が、地下の洞窟に現れ、勝とマザオを殺そうとするが、 揉み合いの末にともひろは井戸へ転落する。最初は生き残ったマザオが犯人として疑われたが、警察は、千夜、五兵の隠し財産目当てに、馬割りへの人間をからくりによって、次々に殺したともひろと断定。しかし、真の犯人はともひろではなかった。勝ちは、真犯人を知りながら、右大経済研究会を辞し、再びギャンブル残昧の生活へ戻っていった。 主なキャストその他のキャストその他、オープニングで、勝ちが食事する、焼き鳥屋の主人を、合わ坂つまおが演じている。黄金のパートナー、つぶらやプロダクション制作による火曜、サスペンス劇場作品の第一弾。元つぶらやプロのスクリプターで、火曜日の女シリーズを担当していた、シシクラ徳子とのつながりにより、つぶらやプロの悲惨参加が実現した。 隕石落下や巨大迷路の場面などを特撮で映像化している。うな舞子の経歴は元宝ジェンヌという設定に変更された。当初のプロットでは原作通りであったが結婚により引退していた元宝ジェンヌの古城とがキャスティングされたことによる乱れからクりねじや式連続殺人事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。